お腹いっぱい。これで補習も頑張れるよ。ユモ、連れてきてくれてありがとうね。まあ、お礼なんて。あ、もうこんな時間、お店に行かなくちゃ。え？今日はいつもより早くない？最近新入りが入ったんだけど、ヘマばっかりでね。早く行って手伝おうと思って。新人さんが入ったんだ。男の人？どんな感じ？かっこいい？うん。顔だけ見ればね。悪くないけど。うん。どうかしたの？彼は、まあ、まだ慣れてないからなんだろうけど、変わってるっていうか、天然なのかな。かなり大変なんだ。そうなんだ。ユモも苦労してるんだね。大変！補習に遅れちゃう。先に行くね。今度時間のある時、お店に遊びに行くね。その天然で残念なイケメンもチェックしなきゃね。もう、まったく。じゃあ僕も行くね。またね。もしもし、ユモか。お前さん、って、バッヘ、落ち着くんだ。なぜだ。どうしたの？バッヘ、とにかく早くメイの屋台に来てくれ。わかった、今行くから。おじさん、なんか疲れた声してたな。お、来たか。早くこの頑固なメガネを何とかしてくれ。この欲深き者め。お客さんやめてください。みんな見てます。一体何がどうしたの？店長からこいつに周辺を案内しろと言われて、この辺をブラブラしてたんだが、それがな、さっきメイの屋台を通り過ぎた時にひょいと果物を手にして、そのまま食っちまったんだよ。バッヘ、あ、ユモちゃん聞いてよ。この変な人がうちの商品を勝手に取ろうとしてるのよ。まだこんなにたくさんあるだろう。バッヘ、たくさんとかそういう問題じゃないよ。前に別のとこの果物を食べたが、こんなに抵抗されたことなかったぞ。果物泥棒はやっぱりバッヘだったの？力が暴走したからじゃなかったんだ。俺の故郷では果物はみんなで分かち合うものだった。ここはバッヘの故郷と違って、お金を出して商品を買わないとダメなんだよ。人間の社会では金というもので物々交換をするんだぞ、バッヘ。そうなのか。すまない、それは知らなかった。お兄さんってば、いい歳してこんなこともわからないの。メイちゃん、ごめん。僕が代わりに代金を支払うよ。今回はもういいわ。その代わり、しっかりこの世間知らずなお兄さんを見ててちょうだいね。はい、本当にごめんなさい。すまない、あそこに置いていたら誰もが好きに食べていいと思った。勝手に取ったら泥棒なんだから、これから気をつけてね、バッヘ。わかった。店長の任務より疲れたな。コウモリの一族って全員こうなのか。まあでも、こいつはユモの話ならちゃんと聞くようだから、俺を助けると思って一緒についてきてくれ。頼む。僕が？いいよ。じゃあこの辺を適当に回ってみる？やあ、よく来たね。また来ておくれよ。やあ、また来ておくれよ。なぜこんなに人間が集まっているんだ？ここはたくさんお店があるからね。みんな遊びに来てるんだよ。理解に苦しむ。俺なら外を出歩くより眠っていたい。人間の命は限られてるからな。
だからこそ俺たちより1分1秒を楽しんで生きてるのさ。なるほど、分かったような、分からないような。利用おじさん、やっぱり言うことがおじさん臭い。ほっとけ、俺はもともとおじさんだからな。そうだ、前に正門町に来た時、人間が楽器を弾いてるのを見たことがある。今はいないのか？バッヘが言ってるのってもしかしてストリートミュージシャン？まだ早いからね、もう少し経ったらいるかも。バッヘは音楽に興味があるのか？少し。若者が趣味を持つのは良いことだ。ただ暇してるよりはいい。頑張れ。またおじさん臭い発言。ちょっと待った。お、どうしたの？なんだ？この顔、見覚えがある。おお、ポスターの人か？近頃よくテレビで見かける顔だな。名前は覚えていないが。ああ、彼女はリベータだよ。勇者の憧れで有名人なんだ。バッヘったら意外と詳しいんだ。有名人？いや、それは違う種族だ。彼女は崑崙人なはずだ。崑崙人だ？あ、まあ、俺や店長みたいに正体を隠して人間界で暮らす奴なら5万といるだろう。それじゃあバッヘはどこで彼女を知ったの？やっぱりテレビで見たとか？いや、彼女に会ったことがある。どうしたの？思い出したぞ、意識を失う前に6番出口の近くで彼女を見かけたんだ。ヤッコさんがお前を陥れた張本人か？だがここは正門町だぞ、こんなとこをのこのこ歩いてるとは。とにかく会ってみようよ、何かの手がかりが見つかるかも。この近くだ。あ、リベーダじゃない？見間違いだろ、人気モデルが一人でこんなところにいるわけないよ。それもそうよね、それにあの人何か具合が悪そうじゃない？どうせ酔っ払いだよ、関わらない方がいいよ、早く行こう。おいおい、崑崙人の気がダダ漏れだぞ、一体どういうことだ？あの人が僕たちが探してる人？本当にリベーダ本人だね。そこの女、聞きたいことがある。おい、お嬢さん、大丈夫か？いや、獅子、近づかないで。何？消えちゃった。いや、優先帳に入ったんだ。リオン、ただの案内が何をどうやったら新しい次元の亀裂が発生することになるんだ。そう言われても。まったく、災いの対応で忙しいって時に崑崙人の面倒も見なきゃいけないとはね。まあいい、バッヘの二の舞にならないようにさっさとあの女を探しに行きな。了解。なんだか苦しそうだったし放っておけない。うん、やっぱりあの姿で戦うのか、なんだか心配だ。リベーダ、敵か味方かわからないうちは油断するんじゃないぞ。リーオーおじさんってそういうとこがお母さんみたいだよね。
れ雨かな。優先帳には長くいるが、雨が降ったのは初めてだぞ。珍しいことなのか。ああ、いつもと違う。彼女の力が暴走している。制御が効かなくなっているのか。じゃあ早く彼女を探し出さないと。ここに波形器はなかったはずだが。まあいい、リオ、波形器を取りに行きな。今はうろついてる場合じゃない。早く行こう。ここに八卦鏡を隠しておいたはずなんだが。もしかしてあの災いが持ってるのが八卦鏡なの。なんだと。あいつめ、早く追いかけるんだ。発揮壁を開くとは、たく、お前らのおもちゃじゃないんだぞ。今度の装置は災いでも勝手に使えるのか。またか。回り道をするぞ。こん
なんで捕まえられるのかな。やら、まあ、食いしばない。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。この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 、どうだ、すごいでしょ。やった、どうだ。危ないところだったな。やっやっ、これで袋のネズミだな。キュウソ猫をかもにならない。増え上がるのか。やっ、とりゃ、うん、悪くないぞ。逃がすものか。やっ、倒れろ。うりゃ、前方に敵の気配を感じる。よろしく。やっ、食いしばれ。こんなもんか。
ターユニットの数は十分に減ったか。完了だ。見失ったか。とりあえず戻ってくるんだ。私の方でどこに行ったのか追跡してみる。あ、戻る前にそれで掃除を片付けておきな。よし、みんな行くよ。どけやっ、てらせら、うりゃっ、はっ、とりゃどけやっ、てらどうだ。食いしばれ！うりゃ！ちゃんと！よっ！ちょりゃ！倒れろ！ふっ！てらっ！どうだ！せらっ！よっ！ちょりゃ！倒れろ！今なら100、いや、120% の力を出せる！よっ！てらっ！どけ！どうだ！ふっ！なんとか勝てたな。なんだ、負けると思ったのか。やはり慣れない。大きくなったり小さくなったり。俺も最初はそうだったからわかるぞ。だが戦いに支障が起きないように早く慣れるしかない。ごめんなさい。そういえば僕気になってたんだけど、リベーダさんはおじさんをとても怖がってたみたい。心当たりはあるの？人生のせいか。ああ、そうかも。僕も最初おじさんに会った時はどこかのチンピラかと思ってね。お前さんたち好き勝手言ってくれるな。むしろ俺こそ理由を聞きたいんだが。とりあえずお店に戻ろう。店長待ちくたびれてるかも。僕の戦い後の一服。ただいま。あ、ユモ、やっと帰ってきた。台北が今すごいことになってるよ。見て、ついさっきすごい大雨が降ってきたんだけど、淡水河の水位が一気に上がったってニュースでやってるよ。政府が避難勧告を出すか検討しているんだって。私たちも早く逃げた方がいいんじゃないかな。何？そこまでひどいとは。私も寮に戻って荷物をまとめなくちゃ。じゃあユモも急いでね。あ、よいしょ。なんて素早いの。向こうの雨と関係してるのか。何をのんびりしてるんだい。早く彼女を探し出すんだ。うかうかしてると正門町だけじゃなく台北全体が危険に巻き込まれちまうよ。居場所はもう分かったのか。動きが派手だからね。おかげですぐに居場所をつかめたよ。近くのビルにいる。すぐ近くのね。しっかり準備して向かうよ。